よろしくお願いします。お久しぶりです。結構何ヶ月ぶりかな、2ヶ月ぶりでしょ。はい、今日の撮影は結構ここ韓国だから、それで、はい、また新しいシングルロードのシングルジャケット撮影です。お願いします。はい、行きます。皆さん少しまず前傾して、そうです、OK、この椅子ちょっと滑りやすい、ちょっと滑りやすいですね。チャンミン頑張るから最後までぜひ見てくださいね、うん、今日はチャンミンが頑張るから頑張ります。はい、行きましょう。さっきなんか本当に荒れるところで言うのなんか可愛いって、もう30代になっちゃう、ちょっと可愛い、俺かっこいいんだよって。チェック、 OK ね、いいね、雰囲気いいですね、バッチリじゃないですか。おー、チャンミンいいね、いいですね、はい、あ、いいですね、はい、あ、あります、ちょっと出ます。はい、レックス、ちょっとくれ、はい、眩しかった、バレちゃった、バレました。OK、ありがとうございます、ありがとうございます。今回のシングルに載せられる僕のソロ曲なんですけど、今回初めて、今までやったことのない挑戦ですね、初挑戦、日本語で作詞をちょっと歌詞を書いてみました。まだ会ってない自分、人それぞれの運命の相手がいると僕は思うんですけど、運命の相手に近づいてるっていう、距離が縮まってるっていう、その無駄な時間はないから頑張ってほしいっていう、そういうある意味ではラブソングでもあり、また希望ソングでもある、そういう歌詞の内容です。はい、かっこいいです。あと4週間しか残ってないです、今回のリサスタジアム。本当に、まあ、もちろん赤くするのは赤くしてるんですけれども、なんかそれ以上の感動を伝えるために、本当に周りのスタッフさんや、もう本人この二人も頑張っています。こういうちょっと今までなんか今まで斬新な、今回のこのタイトルになっている「ロード」っていう曲はですね、個人的に僕に向けた応援ソングだと思っているし、そしてまあ大切な人がいるこそ頑張れるっていう、本当に東進気にとっては久しぶりのちょっと明るい曲だと思います。そしてそれだけじゃなくて、今回のこのシングルの中では、まあ、チャンミン別のソロ曲、そしてユノのドロップっていうソロ曲も入っているんですけれども、まあ、そちらもよろしくお願いします。じゃあね、
ファイティングしましょう。今日の最後のカートです。はい、お願いします。はい、今日お疲れ様でした。した、はい、本当にね、最後の島はスモグの中で、ね、かっこよく仕上がると思うんですけど、ね。はい、どうでした今日。今日なんかビーストバーンバージョンからなんか明るい投信機とそしてなんか、ね、なんかクールな投信機を同時に感じられるジャケットになってますからね。まあ、今回のシングルの中でですね、まあ、曲一曲一曲の魅力が全然違うから、はい、今日の撮影もコンセプトがちょっとだいぶ変わったりそういうのがあったと思うんですけど、それもうちょっと比べながら見るのもちょっと魅力的じゃないかなと思いますね。そうですね、はい、その通りです。それでは投資でした。はい、お疲れ様でした。長い間すみません、ありがとうございます。お疲れ様でした。